それ一個で絶対やめたるとか、こんなやってられるかみたいな風にパーンと一個だけで思う人はいないんです。僕らゲームクリエイターって人種はですね、まあ、とってもわがままですってことです。波動拳！皆さんこんにちは。日本元気にする YouTuber 岡本よしきです。今日もよろしくお願いします。今日はですね、ちょっと質問をいただいてて、その質問にお答えしてみたいと思いました。質問の内容はですね、なぜカプコンは優秀な人材がたくさん抜けたんですかって質問です。いやー、いい質問だなと思って、いろいろ自分でも考えてみました。その中に自分も一応一旦入れてますけどね。お前じゃねえよって言われるかもしれませんけど、いろんな人の考え方があって、いろんなパターンもあるんですけど、そんな話を今日は、してみたいと思います。今日の話が面白かったなと思ったら、高評価ボタンとチャンネル登録の方よろしくお願いします。Twitter と Instagram と Facebook の方もやっております。よかったらフォローしてやってください。人がですね、会社を辞めるって言った時に、こう覚えておいてほしいことっていうのがあって、原因は実は一個じゃないんですよっていう、こういろんなもんがこう折り重なって、その人の中で、じゃあこれはやめた方がいいよねっていう選択肢がこう狭められていってそれを選ぶ。その時に会社を辞める。大体ですね、誰だって会社辞めたいわけじゃないんですよ。今の環境で仕事を続けられるのがいいんですよ。まあ、いいのか悪いかわかりませんけど、よく土地まで言えば分かってくれるとか、考えてることは分かるよねとか、まあいろいろこうあります。本当に。一緒のメンバーとやってると本当に楽なんですよ。で、それを、捨ててまで行きたいんだ。外へ行きたいんだ。っていうのはですね、本当にいろんな理由があります。本当につまらん理由が、ちょっとずつ、ちょっとずつ、ちょっとずつ重なるんですよ。実はちょっと嫌いな奴がおんねんとか、その、俺より実用化したいと思ってるからちょっと出世しちゃったんだとか、よいしょするだけで偉くなれるのかよ。疑問を持ってしまったりとか、自分の評価が思ったほど上がってなかったとか、会社が駅から遠いとか、結婚したいんで嫁さんの実家の近くに住みたいとかですね。で、そうなってくるとさみたいなことで、ちょっとずつちょっとずつよ、それ一個で絶対やめたるとか、こんなやってられるかみたいな風にパーンと一個だけで思う人はいないんです。僕の尊敬する、プログラマーで青木隆さんっていうのがいるっていうのはよくお話ししてると思うんですけど、彼が、前勤めた会社を辞めてカプコンに移籍するきっかけって、夜食の注文をしてくれなかったって言ってましたね。理由がハンバーグ定食みたいなのを、ハンバーグ弁当だったかもしれないをみんなが、夜食、残業中に夜食でみんなが注文してくれたんだけど、自分の分は出前と、注文を聞きに来るのを忘れられたっていう理由で退職したって言ってましたから。まあ、もちろんなんですよ。それがメインの理由じゃなくて、他のいっぱいあって、もうさ、じゃあいいよっていう、その、じゃあいいよが退職のタイミングってことです。なので、人それぞれいろいろあります。中にな、一番、根底になるのは何やねんって言ったって、それはね、一つの人はなかなかいないんです。だから複数あるんです。あるんですけど、まあいろんなものが折り重なる中で、これは良くなりますよと。これはゲームクリエイターたちが辞めていくのに、きっかけになりやすい話ですっていうのをですね、自分なりにまとめてみましたので、例えばこれはこの子やったかなみたいなのをちょっと思い出しながらお話をしてみたいと思います。一つ目はですね、自分の会社内でのロードマップを描いている。俺この会社でこんなことしていきたい、こんな風な人間になりたい、こんな風なクリエイターを目指してんねん、みたいなのがあって、それがまあゴールしてしまうか、もしくは曲げられてしまう。会社の都合でですね。会社の都合で、そんな方向に行かせてもらえなくなる。例えば、作曲をしてた子が違う会社全体の企画を、経営企画を考える部署に移動される、させられるとか。
これ下村陽子のパターンですね。でそれはもう曲作りたいから会社来ているのに部署替えされて、いや全体のこと見るんだよ、それはいいかもしれないけど本人はこれやりたいって言ってんねんっていうことですね。プランナーも移動したわけですよ。でその時に西谷明を出せって言われたんですね。で出さなかったんですけど、出さなくて代わりに手塚武っていうのを出したんですけど、それは、まあ、その集めてるのは僕の元上司で S さんって人なんですけど、いいの集めないと会社のその未来を描けないんだ。でも、現場も回らなくなるし、現場に残りたいって言ってる本人らの気持ちもあるので、まあ本人とも話しましたけど、今回はお断りでってことで違うことをした。で、僕はアーケードからそうした。今週末からは、西谷も来るからって言って、竹中義則ってやつが呼ばれて行った。行ったら手塚武史が来て怒ってたっていう。ちゃうやんかっつって。一番信用してる友達が来ると思ったから、じゃあ俺も行くわって言ったのに、開けてみたら、手塚やんかって後輩なんですね。西谷明の弟子なんですけど、全然仕事取るやんかって怒ってたみたいなのもあって、そういうのが、こうちょっとトリガーになりやすいっていうことですね。これね、アキマンもそんな感じだったと思います。まあ自分らはこんな感じの仕事を続けていきたいんだよみたいなことを思ってる中で、それが叶わなくなってしまうっていうのはまあ厳しいのかなと思ってます。アキマンやっぱりこう将来はアニメとかイラストレーター、フリーのイラストレーターとかやりたかったんでしょうね。で、まあゲームの企画にも随分こう絡んでくるような絵を描くことだったので、それが全体を見ろっていう、これは僕の責任です。全体を見なさいって言って、彼が一本ずっとこう突っ込んでやってればもっと当たるものを分散、彼の力を分散してしまったっていうところが、まあ僕の選択ミスで、それが辛かったんやないかなとは思ってます。で、最初にこうちょっとね、皆さんに覚えててほしいのはですね、僕らゲームクリエイターっていう人種はですね、まあとってもわがままですってことです。で、普通の会社の普通のサラリーマンは、こんなこと考えてないと思いますよっていうようなことでも、僕らはですね、かなりこう固執してるんです。結構わがままに固執してます。で、それがあるがゆえに、それを我慢できないっていうね、そのわがままを、自分のわがままを通さないことを我慢できない。だから嫌だ、もういいみたいになる。他の会社の、他の仕事をしてる人たちは多分そんなこと言わずに、じゃあそっちも頑張って身につけよう、自分の人生のためだみたいなことを考えるんやと思うんですけど、ちょっと僕らは違う人種ですいませんっていうのを、ちょっと頭の隅っこの方に置いて、次の話も聞いていってください。2番、現場に固執してたのに、プロデューサーになれと言われるって。これも、もうカプコンのその時の組織の構造上、曲げにくい。曲げられないとは言わないですけど、曲げにくい状態にありました。まあ、まだ自分がね、ディレクターとして成長過程にあると思ってるのに、そろそろプロデューサーやってくれへんかって言わざるを得んくなる。人が足らんのでっていうのもあって、プロデューサーがしっかりしたのごらんと。でもディレクターはもっとしっかりしたのごらんとあかんっていうのはわかってるんだけど、プロデューサーにもうジョブチェンジさせてしまうっていう会社のシステム。それは会社が、プロデューサー制度っていうのを導入したばっかりだったので、当時。まあ、プロデューサーにお金が集まるようにもしたし、プロデューサーに権限も与えるようにしてたので、まあ、権限がないと、まあ、責任がないと権限もない、権限がないと責任もない、責任もないとお金もないみたいな、そんな作りだったので、僕が信頼する部下たちにはですね、全員プロデューサーになってもらいたかったっていうところが大きくて、会社が決めたシステムなので、まあ僕の方もあんまり抵抗できなかったっていう。で、まあ本人からも、まあ、ディレクターに戻してもらえませんかっていう相談を何度か受けたりもしてます。で、それがまあ叶わないということもあって、まあ現場に固執したい子は、ちょっともうちょっと自由を求めて外に出たくなりますみたいなところがありました。これ三上がそんな感じでしたね。まあ自分がプロデューサーにならないと、その若い子たちに、才能のある子たちに、ディレクターを任せてあげることもできないので、なかなかにこう、なんですかね、葛藤するんですよね。自分もまだ現役に固執したい。でも後輩も、
後輩にもチャンスあげたい、自分は若い時にもらったよなっていう気持ちもあるっていうことですね。でこれがまあチームじゃ分けるかみたいになっていくと薄まるし、今いろいろあるんですよそういうことが、っていうことで、これもじゃあみんなのために僕外出ましょうかねみたいな、やりたいことやりたいし残るとやっぱり悶々とするしみたいなことになってるってことです。3番目、優秀な後輩たちに追い越される。まあ、カプコンはね、まあ、結構優秀な人材を上手に取ってたのがあって、後輩たちに煽られるんですよね。まあ、クリエイターなのでって言い方をさせてください。クリエイターなので割とこう歯に衣着せぬ言葉っていうんですかね、なんでできないんですかみたいな、こう自分の方ができると思った後輩は先輩だろうが何だろうががっつり噛みつきます。で、それをまあ見ながらも食らいながらも、その攻撃食らいながらも頑張ってまた開花する子らもいるんですけど、やっぱり後輩たちに追い越されるっていうのは圧倒的力の差、圧倒的才能の差みたいなのがあるんですよ。で、後輩に追い越されたんだったら僕はここにいなくても、でもカプコンじゃなければそこそこやっていけるかもと思うと、下からつつかれてるよりはここをちょっとどいた方がいいかもなって思うようなパターンもいくつか見受けられました。これ結構悲しい感じなんですけど、他社さん行くと結構活躍してたりするんで、ああ、まあね、そういうことだったんだなということで、やっぱりいい選択だったんだなというふうに思う場合が多かったです。4番目、違うタイトル作りたくなる。これはね、結構闇が深かったんですけど、神谷とかこのタイプになるんですけど、カプコンは結構大手のゲーム会社だったので、売り上げが安定してて欲しかった。だからどうなるかっていうとですね、ナンバリングタイトルと言われるシリーズものを作って欲しくなるんですね。それが一番売り上げが安定します。でも、成長もそんなに大きく期待できません。ゆっくりしかできませんよねと。どっかで新しいタイトルを作る必要があるんじゃないですかってことになります。で、デッキの一番いい子が作るのが一番確率が高いわけじゃないですか。だけど、その一番出来のいい子は、ナンバリングタイトルとか、その前のタイトル作ってる子なんで、お前が作ってくれというふうに言われる。それによって起こるのは何が起こるんだみたいな。で、ああ、そういうことですかみたいなことになって、まあ自分はやっぱりそれを作らされる。でも、新しいものを作りたい。外の会社に行けば当然新しいタイトルを作らざるを得なくなるんで、ここに固執しない方がいいんですよねっていう。デビルメイクライブを作った神谷は、外へ出たら違うものを作れる。っていう、そういうこう自由が得られる。続編を作ってることよりもずっと楽しい自由があって、まあ、自分のクリエイターとしての腕をどんどん磨いていける。やっぱ縛りがありますからね。自社の商品とはいえ何々の続編って言われるとどうしてもやったらあかんことがありますから、ということで、自分が続編を作るのを強要されると、まあ、ちょっと残るのが苦しくなりますってことで、退職の道を選ぶ可能性が出てきます。出てきてました。5番目、中と外との評価が違いすぎる。まあさっきもちょっとこう、後輩に煽られてっていう話をしましたけども、そういうのはあるんですよね。で、なんでディレクター外されたんですかみたいな。なんで外れたんですかみたいな話をされると、いや、まあ、ちょっと、新しい子らに譲ってあげなあかんと思って、みたいなことを言って、ええ格好する、しはするものの、本当は社内では評価がそんな上がってなくて、次はちょっと新しい子に変わるから、お前じゃあ一旦何々しといてくれ、みたいなことを言われたりとか、ジョブチェンジを強要されたりとかするような時、もしくは執行役員外されて部長になったりする時、これはまあ、降格ですからね。で、それってまあちょっと、社内では、ポジションがもう作りにくいというか、一回こう上がってたやつがこう下がり始めると、作りにくいと思うんですよ。で、外ではすごい評価高く言われてますみたいな。で、内部からは、ああ、ちょっともう一つみたいな。この差はですね、温度差が高ければ高いほど退職したいなと、思いやすくなります。これは、おのちんタイプですね。で、
これだと、外だと高い評価をされるんで、まあ、某社の社長になれたりとかするんだけど、社内だと、こう、ポジションがちょっと下がり気味で、もうあの人とは一緒にやりたくないみたいな声が出てきたりするっていう。その、自分では外から聞こえてる声の方が自分の実力だと思ってるわけですよ。なので、まあちょっと、じゃあ出ようかなっていう選択肢に徐々になっていく。ということです。6番目、社内の権力争いに巻き込まれる。大体クリエイターそんなに権力争いに興味持ってない。自分のポジションなんとかみたいなことあんま思ってないんですよね。で、まあ僕が、漬物石ってよく言ってたんですけど、僕はやっぱりその古くからいるからっていう理由もあって、開発の一番上に置いてもらってました。トップに置いてもらってました。その時にやっぱ下にわーっと言うけど、まあ別にみんなが文句を言ってるわけじゃなかったんですよね。岡本と交代しろとかって誰も言ってなくて分かりましたっていうような子たちだったんですよ。なんですけど、僕が辞めると、ざわつきますわね。横並びに国いてて、年齢も近くて。で、まあ、実績は違うとはいえ、こうクリンクが並んでるわけですよ。の中で、まあ、船水と三上は少なくとも、その、ポジションに興味を持ってなかったと思います。なんですけど、まあ、稲船と南は持ってたんやないかと思うんですよね。で、まあ、ここから先ちょっと想像です。熾烈な権力争いを水面下でしたんやないかなと思ってるんですけど、結局、まあ、結果知ってる通り、まあ、稲船が勝ち残って、で、まあ、南は外に出ることになります。で、まあ、三上は、ディレクターに固執するし、まあ、カップコンの中でやりたいことっていうのはもう、なくなってきたので、外に出る。船水も、まあ、外に出る。みたいな、こう、出ていって、今のカップコンの礎みたいなのは、まあ、稲船が作ったやと思いますけど、僕は、この辺になりますよっていうのは一応辻元さんには言って出ました。僕が抜けたら、僕漬物石みたいなもんなんで、その後バタバタ皆さん変な争いすると思いますよと。で、今、こう、チーム組んでるみたいに見えてる三上、南、稲船っていう三人は将来ぶつかりますと。で、ぶつかると人は抜けていくので、誰か一人残りますよっていう、誰か一人残って後の二人は抜けますよっていう話はして退職してるんですけど、まあ、だからどうやねんっていう。だから仕方がないだろうって、俺が辞めたんだからもう仕方がないじゃないかみたいなことなんですけど、それをそういうふうに予言してるので、上手に三人を、その、なんですかね、統一化体制っていうんですかね、上手にこう、辻元さんに操縦してもらって、三人で、開発をこう見るみたいな絵が作ってもらえたらよかったのになっていう意味も込めてお伝えしたつもりだったんですが、まあ、思ったよりも早くバタバタバタっと争いが起こって、人が抜けていってしまいましたね。で、まあ、結局稲船も最後抜けて、今は江川くんが、今開発のトップやってると思うんですけど、江川くんはもともとはプログラマーで、その権力争いと管理は全然参加してなかった子だと思います。まあ、みんないなくなって、一番年上ってことなんですかね。まあ、実績としてもいいプログラマーだったので、結構いい結果は残してると思いますが、今は彼が、トップをやってるはずです。まあ、こうやってですね、カプコンはいろんなゲームクリエイターが育って、そして巣立っていくっていう図式になってしまってますけど、僕はこれは賛成してるんですよ。ゲームクリエイターは、やっぱり、才能のある子たちはですね、新しいタイトルを作ってほしいなと、実は思ってて、育てるのは、本当の意味では、そのクリエイターとはちょっと違う、この、なんかね、0から1を作る人じゃなくて、1から1を100に育てる人っていう、1から10でもいいんだけど、育てる人っていうのは、また別の人種な気がしてて、でカプコンにその集まってたような、最初の子らは、その、ナンバリングタイトルよりは01が得意な子らだったと僕は思ってるし、その子らの方が外に抜けやすい結果を招いてる気がします。で、これは給与のシステムとかにも問題があって、オリジナルを作った人たちが一番本当は偉いと僕は思ってて、それがずっと未来永劫こう、チャリンチャリンお金が入ってくるようなシステムになってれば会社にも残りやすいと思うんですけど、続編作った人の方が偉かったり、みたいなことがあると、ちょっぴり厳しかった。
ったのかなとは思ってます。でも、まあ、ナンバリングタイトルになるようなタイトルが山ほどカプコンにはありますんで、まあ、その後もそれを、上手にこう回転させたら、うまく食ってはいけると思います。ただ、新しいのが出てこないのはもったいないので、新卒で取ってる、中途で取ってる新しい人たち、カプコンの、そうなんですかね、あんまり色に染まってない人たちが、ブランドのタイトルを、作ってくれると嬉しいなって、常々思ってます。まあ、もう聞くタイトルは全部古いですもんね。まあ、どこの会社も今そんな感じになってはきてますけども、もうちょっと新しいタイトル出して、それをまた育てていく。そしたらこう、パッと大きくなるのにな、なんて思ったりしてます。まあ、ゲームクリエイターが会社を抜けていく。まあ、特に各国の優秀な人材たちが、まとめてバラ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 と短い期間抜けていってしまったのはなぜですかみたいな。まあ、僕に大きな問題があったと思いますけども、抜けた子たちは、いい勉強をしたんじゃないかと思ってます。もうちょっと言うと、ゲームクリエイターは外の世界を見た方がいいと思ってます。胃の中の蛙大海を知らずって言葉もありますけども、やっぱり中だけで俺でけえみたいなことを言ってるよりは外見た方がいいと思います。みんなが見たのは、まあ、外に出たら、いかに前いた会社が自分を優遇してくれてたのかっていうことを感じられると思います。もう一つマイナスになりますけども、いかに搾取されていたのかっていうことも見ることができると思います。何も知らずに、幸せな人生を全うするのもいいでしょうけど、改めに出るのも僕はいいんじゃなかろうかと思ってます。改めに揉まれてもらいたいかな、僕からしたら。そんな感じで、今日はお話をしてみました。ちょっと分かりにくかったかもしれませんが、もう一回最初から見ていただけると意味も分かりやすいし、ああ、俺は前の会社こんなんでやめたなとかって思うことがあるんじゃなかろうかと思います。もしくはですね、僕はこんな理由でやめました。ちょっと違いますけど、とか、こんな理由でやめたんじゃないですかみたいなことがありましたらですね、コメント欄の方にご意見いただけたらなと思っております。最後まで見ていただきましてありがとうございました。また会いましょう。バイバイ。